遠藤さんの YouTube 入門講座を受講しました。群馬の由美子です。今日は2021年12月31日です。大晦日です。でももうあと1分ぐらいで来年になっちゃう。でもなんとか今年中に1本動画を上げたいと思ってやってみます。で、遠藤さんの YouTube 入門講座っていうのがあって、それをね受けたんですよ。あの遠藤さんはマットフラットで有名な YouTuber さんですよね。それとあと梅チャンネルさんっていう方が先生でねやってくださったんですけど、それでね Zoom でやったんですが、あの5人ぐらい受講した人がいたのかな。それで、これまでもあの現実世界で Zoom で会議を少ししたこともありましたが、なんかうまくいかないななんて思ってました。ところが今回この遠藤さんのあの講座はですね、ものすごい良かったです。もう遠藤さんの元に集まる人々がやっぱりこう面白くってですねなんていうか、あの なんて言いましょうかね、やっぱ変人が集まるわけですね。それすごい面白いんですよ。それであのだから人間は会って話さなきゃダメよなんて思ってたんですけど、今回は違いましたね。ズームで十分、十分ってことはないけど、やっぱり会ってお話ししたらもっと面白いんでしょうけど、でもズームで素晴らしかったです。でね、その皆さんやっぱりこうね面白い話がありまして、早く一日も早くあの人たちの YouTube をのでねそういう話を発表するのを聞きたいなって、いろんな人が聞いたら面白いだろうなって本当に思いまして、最高に楽しかったです。あのですから遠藤さんのところに集まってるわけですから、マットフラットとかは皆さんよくわかってるわけですよ。だけど、その近所の人とかにマットフラットがさーとか言っても絶対に理解してもらえないでしょう。何それっていう話になるでしょ。だからそういうのがなくって、やっぱり共通理解があるというのがねすごいんですね。本当になんていうか楽しいんです。だから私は思うんですけど、やっぱりこうトップの人ですよね、遠藤さんとか。私は副島先生のとこにも行きましたし、あとだからそういう人には会えるチャンス、お話しするチャンスがあるんだったら皆さん行くべきだなって思います。あと私ね、あのガイアの法則っていうのを書いた自賀和樹さんが、なんかね南の島に行こうっていうツアー、同人の島に行こうって、まあ副島先生風に言うと同人の島に行こうツアーなんですけど、それに参加したこともあったりして、そんですからね、やっぱりトップの人のと一緒に行動できるとかね、お話できるって時には行ったらね、やっぱりすごい刺激を受けます。楽しいですね。そこに集まる人がまたやっぱりね面白い。やっぱ変人がね集まりますからね、とても楽しいですよ。自分が普通の人に見えちゃうぐらい。それでですから、であのその偉い先生というのもやっぱり同じ人間ですから、そういう気持ちでいけばあのね尊敬する先生ですけれども、同じ人間だわっていう感じであのお話しすれば、その先生方の方もなんていうかホッとする感じはあるんじゃないかな、喜んでくださるんじゃないかなって少し思います。ですから皆さん躊躇せずに自分の憧れの人のところへ行って、あのあまり緊張せずにお話ししてみてください。
それ、あれあれ、これは今年話題になった小室圭さんですね。あのね、小室圭さんなんかね、何人かいらっしゃるみたいでね、まあ皆さんご存知かもしれませんけど、まあ結局その、婚約会見の方と、結婚会見の方と、またニューヨークから帰ってくるときにちょんまげの方は別人っていうことみたいですね。で、あの結婚会見の人は初めて見るなと思って、でもなんか見たことある感じと思ったら、これは何人かのその小室圭さんを合成したものじゃないかって言ってる人がいて、なるほどねなんて思っちゃいました。だからバイデンさんが、スタジオ撮影してるみたいな感じですよね。で、そうするとそのお相手の人が別人ってことは、ご本人はお姫様はどうなのかしらと思ったら、眞子さんがですね、あれちょっと違う人が出てるみたいって。あのね、私ね、眞子さんがね、ブータン行かれた時ですね、あの時に、あ、眞子さん大人になられてわーと思ってテレビでチラッと見たんですけど、あれ眞子さんもと可愛かったと思うけどな、あれちょっとブサイクになっちゃって残念だわって思ったんですよ。それがね、ブサイクになったわけじゃない、でも私の頭の中では成長する段階時にね、ちょっと変わってしまう人もいるななんて思ってたんですけど、そうじゃない、別人だったみたいです。で、こういうあれっていう感じはね、当たってるんですね。それでちょっと休憩しますかね。この葉っぱ綺麗ね、紅葉して。さて、これが小室圭さんの、あの海の王子と婚約会見の人はもうすでに別人みたいですね。ですから海の王子は今どこで何をしているんでしょうか。そしてこの秋篠宮、この方もあの白髪の秋篠宮が本物で、この黒髪の方が最近出てますよね。この人がね、別人みたいですね。私ね、この黒髪の人が出てきた時もね、あれなんか陰気な感じになってしまったな、秋篠宮と思ったんですけど、あの別人だったんですね。でもその時はね、あの、あ、眞子さんの婚約のことでね、だいぶ心労がたたってこう陰気な感じになられた、なってしまったんだなって自分の頭の中でそう補正したわけですね。別人のわけがないと思ったんですよ。別人でした。そうするとこの愛子さんはどうなのかしら。これね、愛子さんが激痩せした時がありましたね。あの時にね、どうして私は別人だって気がつかなかったのか、今本当にね、自分が残念でなりません。あの、これは何て言うか、その奥様向けのワイドショーネタみたいな感じが一瞬してしまいますけれども、そうじゃないと思います。これは皇族が別人になってる、別人のお姫さんが別人になった小室圭さんと結婚したって、それはちょっと日本国として問題じゃないかなって思います。愛子さんのティアラの予算がつかないとかですね、眞子さんの結婚式の予算が出ないとか、お金が出ない、これは偽物だから税金を使うことはできませんっていうことなんじゃないかなって言ってる人がいて、そうだろうなって私も思います。イギリスの王室がもう終わりなんだろうなんて、あの皆さん言ってますけども、日本の皇室もこれは終わるんでしょうかね。終わりなのかな、どうなんだろう。
何も知らない皆さんが、こういう話も知らない皆さんがですね、この皇族が別人になってるっていうことで、これなら気づくだろうって、あの旧チームがですねやってくれたんだと思うんですけど、なかなかまだパッとは気づかないみたい。でも私の周りに一人ね、あの記者会見別人だったよね、小室圭はって言ってる人がいてね、で眞子さんまで別人とはね思わなかったみたいで、眞子さんも別人だよって言ったら、そうなのみたいな、そういう話がありましたけど、だからじわっとは気づいてる人が増えてるんでしょうね。もうこのじわじわ戦略ですね、来年は世界がひっくり返ると思います。楽しみですね。世界がひっくり返るっていうかね、私たちがひっくり返すんですよ。このね、意気込みが必要だと思います。トランプがやってくれるとかね、それをこうじっと待ってましょうって、そういうんじゃない、私がひっくり返してやる、これを皆さん一人一人が思ってほしいなって思います。6人のチャンネル登録者の方々ありがとうございます。その他の皆さんも来年もよろしくお願いします。良いお年をお迎えください。